藤沢さつきです。このエンドの最後ちょっと弱い気がするけど、はい、実際はちょっとダウンだと思う。藤沢も吐く、最後のシュートですね。山口が雄たけび上げた。いや、最後2人で吐いて持っていきました。藤沢山口第1エンド2点を取りました。松村清水、最後は松村千秋。1点でしたね。1点。なるほど、コースは来てましたかね。まあ途中でもう上等がこのくらいだったんでしょうね、きっとね。ああ、なるほど。ただ1点きちんと取ることができました。松村清水1点を追加しました。5エンドが終わって6対3、藤沢山口リードです。雰囲気作り、先ほど冒頭話ありましたが、はい、雰囲気作りはこれ相当大事な感じがしますね。そうですね、やはり2人しかいないんで、その空気感をきちんと作るっていうのが重要な作業になってますよね、やっぱり。あのおねだりをしています。1個狙ってみようか、まあ、中心に前切れても仕方がないかなっていうショットです。まずはガードがなくなることも、はい、意味が、はい、食いしばって蹴り出した。どれが惜しい。いや惜しい。いやこれ今本当にわずかでしたね。ちょっとでしたね。あっという間に双方最後の石です。と言っていた割にはずいぶん手前に止まりましたね。あの近辺で OK ですね。やはりいいウェイトで投げたと思っても、はい、思いと前止まってしまう、うん、で黄色を押し切れない可能性もありますからね。曲がらないのもダメなんです。外ですかね。来たのか。押した。おー素晴らしい。赤2点素晴らしいショットが決まりました。第6エンド、藤沢山口2点を追加、8対3になりました。藤沢さつき、このエンドの最後です。岸田さん、追いつかないですか。あ、残ったんですけど、ナンバー4ですね。ちょっと使うのは難しいですか、はい、これが得点に絡むのはちょっと難しいかな。ジャムったらステイするからも大丈夫だと思ってたんですけど、あの5に当たってなんか変なことにない限り、ジャムチェックです。ちょっと曲がりやすそう。足りるのか。足りない。あ、短かったですね。ありがとうございました。赤3点、これで試合終了です。ありがとうございました。ごめん。見事、藤沢山口、こちらが松村清水を下しました。7エンドで試合終了、11対3の得点で藤沢山口勝利です。これで藤沢山口、この2人のチームがですね、全勝ということで、予選突破。そうですね、このグループ1位で突破ですね、うん。